質問はですね、人や物が物を大事にすると、輝いてくると。ですね。これはどういうことでしょうかと。こういうことですね。はい、まず輝くということの反対を知ることが大事ですね。輝くことの反対はですね、当然こう埃がかぶる、埃がですねかぶっている状態、これがまあいわゆる大事にされていない状態ということですね。例えばまあこの指示棒をですね供養していただいたとしますね。その指示棒がですねこうずっと使われずに置いてあるだけで、ふとね1年後にね、あそういえば指示棒をいただいてたんだなと思って触ったら、ほこりがこう1センチぐらい積もっていたとしたらどうですか、指示棒をね供養した人から見たら。残念ですよね。こういうのがいわゆる大事にされていない状態。大事にされていないものは埃が積もっていくんです、ね、例えば家の中でですね埃が積もっている場所を見てみたらですね、間違いなく使われていない場所です。いや心がかかってない場所に埃が積もっていく。例えばね、まあ、間違いなくね、この上は埃がかぶってると思うんですよ。この上も間違いなく埃がかぶってると思うんです。そこもですよ。間違いなく埃がかぶってると思うんです。この場合ですね、この絵は実は大事にされてないってことなんです。この絵も実は大事にされてないってことになるんです。こちらの絵も大事にされてないってことになる、ね、大事にされていないものに埃は積もっていくということは、埃がかぶらないようにするためにはですね、当然定期的に掃除をしなければならないってことになる。掃除をしなくても済むものは、それは毎日のように使うものぐらいです。例えば、お箸にほこりが積もるってことってあります？お箸。まあ、いくつもあればね。いくつもあればね。いや、でも朝食べて、昼も食べて、夜も食べて使ってるね。毎日のように使っているお箸にほこりが積もるってことってあります？環境ですから朝から昼までの間にほこりが積もっているそういうお家、それは家全体が家全体がほこりに覆われているっていうね、それは家全体に掃除が必要だってことになります。でも普通は毎日使っているものにはほこりは積もりません。ということは、まずはですね、ほこりが積もっているかどうかっていうことを一つの目安として物を捨てていった方がいいんですね。なるべくほこりが積もるものは持たないっていうことが大事、ね、そうすればいつも使うものだけに限定されてきます。ところがそれだけでは輝くことはありません。例えば箸を毎日使っていても箸が輝いてくるっていうことはありません。だけどまずは埃が積もっているものを取り除いてみてください。家の中でね、埃が積もっているものってね、何かなそう思って、埃の積もらないように積もらないように物を捨てていってみてください。そうすると物が相当限定されると思います。例えば本、
読まない本はね、捨ててください。また読んでも使えない本は捨ててください。ね、いわゆるその読んだ本が内容として使えない本はですね、どんなに世界に一冊だけの本だとしてもね、オンリーワンであったとしても、ナンバーワンじゃなくてオンリーワンだったとしても捨ててください。いやもうこの本は二度と手に入らないんですってね、そういう本であっても捨ててください。まずはなんで捨てなくちゃいけないのか、それは埃の積もっているものをなくすためです、ね、埃の積もっているものをなくすため、つまり使われてないものを家の中からまずなくしてみてください、ね、そうすると、まあ、これ整理と言いますけど、整理をしてみると家の中にあるものは使われているものだけに限定されていきます、ね、そうすれば埃の積もるものはなくなります、家の中でね。だからまた使う時が来たらって思うかもしれないけど、また使う時が来たら買えばいいんです。いや世界に一冊だけしかない本だからと、っていうことはね、世界に一冊しかない本っていうことは、それは使われなかったから世界に一冊だけになったんです。仏教は真理を説いているはずだから、本当に真理を説いているものならば世界に一冊になることはありません。だから世界に一冊になった時点で、日本で一冊、世界で一冊になった希少価値のある本になってしまった時点で、そこに書いてあるものは真理ではないってことになるんです。だからまずは整理をしてほしいんですよ。で、家の中にあるものを使うものだけにしていく。で、もったいなくてもですね、また使うかもしれなくても捨ててください。そうすると家の中にあるものが使うものだけになるんですよ。これが大事。家の中にあるものが使うものだけに限定していくことが大事なんです。使うかもしれない、それはダメです。使うものだけに限定していく、ね、こうするとどうなるか。自分の持っているお金をですね、使うものだけに使うことができるんですよ。今まではお金を使うかもしれないというところに使ってたんです。私もそうでした。使うかもっていうところにお金をね、投入してたんですよ。ここに。私だったら何か。まずね、ダイソーね。これが楽しかった。私ね、もう趣味はダイソーに行くことでしたよね。100円ショップに行ってね、新製品を見るのが楽しみだった。ダイソーって夢があるんですよね。1ヶ月前に行ったダイソーとね、1ヶ月後に行ったダイソーとね、新たな商品が入ってるんです。そうそう、新たな商品をね、こう手に取る、おお、これ何かに使うえ、ないかなって考えるんですね。あ、使うかもしれないとかね。あ、こういう風に使えるとかね。夢が膨らみますよね。例えば仏教の資料をこうやってコピーしてね。あ、このファイルに入れておけば。あら、いつでもこう資料として置いておけるぞとかね。それでね、もうクリアファイルをね、何百と買いましたよ。
ね、そしてね、まあ、こいちゃんなんですが、とどろきとかね、検診とかいう資料をね、これ一生懸命コピーしてね。で、そしてこう、折りたたんでね、そしてクリアファイルに入れてね、そして、こうね、なんでですか、1月号、2月号、3月号ってね、こう、コレクションするのがいいんですよね。で、おーっと、昭和16年とかね、昭和25年とかっていうようなね、こういう古いものが見つかると、おー、こんなレアなものが、こんなところにあったのか。早速コピーコピーで折りたたんでね、よっしゃ、これでコレクションが一つ増えた。とにかく全部揃えるのが好きなんだよね。なんか一つでも抜けてしまうとね、あ、なんかこう寂しい気がすると。驚愕の解説書とかだったらね、最初から最後まで全部コピーしてね、残しておくと。で、コレクションってね、これが良かったですよね。それを残すためのクリアファイル、私も買ってきてね、え、もう時間があったらね、もう轟のね、あ、そうだ、この蓮如上人の漫画もこれは使えるかもしれない。あ、この漫画も使えるかもしれない。あ、これもね、あ、この人にこういうのを渡したら喜んでもらえるかもしれない。あ、これもとか言ってね、こう、まあ轟をバラバラにしてみてね、そしてね、使えそうな、こう資料として使えそうなところをこう抜粋してね、そしてこう残しといてね、いつでもね、正真偈について聞かれた時はね、この正真偈の解説してあるものずらーっとあるからね、どれでもこう勉強して話をすればいいやと。コレクションっていいでしょ。そこにお金をめちゃめちゃかけてました。あとね、楽しかったのがね、電化製品を見るのがまた楽しい。あそこに行くとまたね、定期的に新製品が出てるんですよ。ね、例えばね、デジカメでも新しいデジカメが出るとかね、またね、映像でこうね、新たな、ね、手軽に映像が提供できるようなね、ものが売ってたりするとね、おー、これは何かに使えるかもしれない。ね、カメラとか売ってたとしたらね、おー、これでね、インターネット中継ができるかもしれないとかね、説法の時にこれ映しながらインターネットに載せたら、ね、多くの人に見てもらえるかもしれない。よし、買った買った、お金お金とか言ってね、まあ、そういうものが私のね、まあ、趣味でしたね。まあ、そこにね、お金をかけてました。で、買ってきたものの使ってないわけ。いや、でもね、チャンスがあるはずだ。使うはず。そのチャンスを生かすぞ。そう思ってね。もう荷物入れのところにはね、使うかもしれない商品グッズがね、ずらーって並んでる。ところがね、整理して気づきました。ほとんど捨てました。使うかもグッズね。使わない、使うかもって言って買ったものはまず使わない、ね、必要かもしれない、投資だから。いやー、私も投資っていう言葉好きでしたね。まずはね、先行投資していかなければ豊かになれないんだ。まあ、貧乏になるための方法ですよね。先行投資よくないね。かけた分だけ回収できてない。だから、まあ整理をしてしていただきたいのは、使うかもしれないものは使わない、ここをもう徹底的に学んでほしいんです。今ね、自分が読んでない本は読まない。本だったらね、自分の手元に置いてある1冊か2冊しか読まないですよ、本当に。だからね、
後から読んでみたいからとかね、そういう本は読んでみたいと思った時に買えばいいんです。いやでもね、その時には本屋さんにないかもしれないとかね、いや本屋さんにないなら別に読まなくてもいいんです。はい、読む時になったら買えばいいんです、ね、本屋さんに売ってないようなものはそれは読む価値がないんです。そういうふうに、ね、割り切った方がいいですよ、ね、本当に、価値あるものならば必ず本屋さんに売ってます。 Amazon でね注文したらいいんです。読む時になった時にね、そういうことです、ね、例えば自分は以前買ったもので、じゃあ今度ね着物のね、着付けがあった時にこの本を読んでとかね、その時があった時に、読めばいいやっていう本も置いとく必要はないです。いや今度盆栽するときにね、盆栽のねこのいろんなものがあった方が資料としてっていうのもねいいんです。本当に必要なものはインターネットにあります、ね、本当に必要なものは買えばいいんです。必要になったときに、とにかく使うかもしれないというところにお金を使うことをやめていくために整理をするんですよ。捨ててみて初めて使うかもしれないというところにお金をかけなくなってくる。だから本だったら本当に読むものだけにお金をかけてほしいんです、ね、本当に使うものだけを残すんですよ。こうなって初めてお金っていうものが使うものだけにかけられるようになるんです。今までは使うかもしれないっていうところに流れていたお金を、ね、ここにも流れてたわけ。使うかもしれないっていうところに流れていたお金を、使うかもしれないものはもう使わない、こういうふうにね割り切るんです。なんでか、それは自分の持っているお金を使うものに集中させるためなんです。こうなって初めてお金が余ってきます。だって使うものしか使わなかったね、そのお金をかけなければ、使うかもしれないところにお金を使わずに、使うものだけに限定してお金を使えば絶対にお金は余ります。ここがね大事なんですよ。だから私たちは使うかもしれないところにいっぱいお金を使ってるんですよ、ここに。だからお金がもっと欲しくなるんです。でもお金を手に入れても手に入れても使うかもしれないところにお金を流していたら、これ無駄遣いになるんですよね。例えば本を読むかもしれないと思って買った、だけど今読んでないとしたら、それは自分にとって必要のない本なんです。だからその本を手に取って買ってすぐに読まないものはいらない本なんですよ。それぐらい割り切ってもいいんです。読みたいと思う本は手に取ったらすぐ読みます。必要な本は手に取ったらすぐに読み始めます。読むかもしれないと思って買っておく本はそれは結局は読まないんです。使うかもしれないと思って買っておくものは使わないんです、ね、
これ徹底してね、使うかもしれないものを捨てれば、もう使うかもしれないものにお金をかけることができなくなっていくんです。そして使うものだけにお金を使っていこうと、こう思う。そうすれば物は少なくなるんですよ。そして一つのものにお金をかけれるようになる。当然のごとく、使うものだけを買っていったらいいものが買えるようになるんですね。なんでいいものを買うのか、それはまずお金があるからです。そしていいものは長く使えるから。こういう発想になるんですね。いいものを長く使う。例えば自分の服でもね、いい服を長く使っていこうと思う。自分のカバンでもいいものを買って長く使っていこうと思う。もちろんいいものを買った時にはお金はなくなりますけどね、結果的にはですね、長く使うからお金が余ってくる。こういうことなんですよね。だから使うものだけにお金を使っていけば絶対にお金が余るんですよ。だからまずね、いいものを買う前にその人が使うかもしれないところにお金を使う習慣を捨てないといけないんです。だって使うかもしれないところにお金を使っていたら、いくらお金があっても足りないんですよ。ね。投資だって言ってね、またお金を使っていくのは本当に良くない。まずね、自分が使うかもしれないものを全部捨ててみてください。一旦。家の中にあるもので使ってないもの、今、使ってないものを一旦全部整理してみてください。そうしたときに、使うものだけが残る。そして、使うかもしれないものにもうお金をかけたくない。捨てるぐらいならね、もう使うのをやめようって思ってほしいんです。いや、世界に一冊だけの本だから、捨ててください、そんなの。真っ先に。読んでないでしょ、今。いや、ここ1年間読みました？読んでないでしょ？それは使わない本なんです。そういう本を捨てて、もうこういうところにお金をかけることをやめようと思ってほしいんです。使うかもしれないところにお金をかけないようにしてほしいんですよ。そうなって初めて、その人にお金を持ってもらおうっていう気持ちが出てくるんですよね。例えば私が布教師だとする。ね、布教師っていうのはね、人からお金をいただいて生きていかなくちゃいけない。そうなった時に、人はどういう人にお金を預けたいと思うかなんですよ。無駄遣いをする人にお金を預けたいとは思いません。生きたお金の使い方をしてくれる人にお金を預けるんですよ。自分は布教師だから、布教師として生きていこうと思ったら、例えばの話ですけどね、そう思ったならば、まず使うかもしれないっていうものを一旦全部捨てないと、あなたにお金が集まらないんです。生きていけなくなるんですよ。使うかもしれないものに、ものを買っている人は、お金をもらえないんです。時間の切り売りをしないと、お金を稼げないんですよ。だから使うかもしれないっていうものを捨てられないとしたならばですよ。あなたはどこかに勤めて、働かなくちゃいけないんです。
時間を売ってお金を稼がなくちゃいけないんです。人からお金をいただいて生きていこうと思ったならば、人がお金を使ってほしいと、あなたにお金を使ってほしいと思ってもらわなくちゃいけない。そのためには使うかもしれない、ここにお金をかけるような人はお金をあげたくないんです。少しでもそういう香りのするような人はね、あげたくないんです。やっぱりお金をあげるなら使うものにお金を使っていただきたい。どうせ使うならいいものを買って長く使ってほしい。これが人間の発想なんですよ。今までは安物を買っていた。そして次から次へと新しいものを買っていた。なぜか使うかもしれないというものにお金をかけていたからです。でもこれからはどうせ買うなら使うもの、そしていいもの、そして長く使えるものにお金をかけてほしいんです。そしてどうせ今度ね、長く使うならば長く使って人が喜んでくれるようなものにお金を使いたいじゃないですか。長く使ってね、あの時ね買っていただいてありがとうございましたと、こういうふうにね言えるようなものがいいですよね。結局人からいただいたもの、人の心がね心のこもったもの、それを使ってこそ長く使った甲斐があるんですよね。例えばお箸を誰かからいただいた、ね、それをね5年間大切に使ってね、5年後にね、いやまだねあの時いただいたお箸を大切に使わせていただいてますと、こういうふうに言えたらですよ、そのね買ってくださった方も、いやあのお箸を買ってよかったとこう思いますよね。だからそう思ってもらえるような人に、ね、そういうふうに長く使ってもらえるような人に自分のお金を出して何かを買ってあげたら幸せですよね。そういうものって輝いていません？いいもので長く使って心のこもったものって輝いていません？いや家の中でね、私が自分で使っているものでもね、本当に長く使えるもの、いいものはですね、特に人からいただいたものは輝いています。だから輝くためにはね、物を輝かせるためには思い切って物を捨てるという必要があるんです。ここがねできてないと、そもそもね輝くような、物が輝くような生き方ができません。こう家の中でね使ってないものがあったらもう思い切って捨てていくと、そして使うものだけにする。そこにお金をかける。そうなって初めて、あ、いいものを買っていこうってなるんです。安いものを買っていたね、人生から、いいものを買おうっていう発想になるんです。いいものを買おうって思わないのはね、使うかもしれないものにお金をかけてるからです。使うかもしれないものを捨ててみてください。もうどうせお金を使うならね、いいものにしようって思いますね。いいものを買って長く使う、こういう発想に変わっていくんですね。
て長く使っている心のこもったもの、それは輝いています。だから自分が輝くような人間になりたいなとこう思ったならば、思い切って使わないものを、使うかもしれないものを捨ててみてください。そこからです。これができてないと輝くような人間にはなれません。もったいないと思うなら捨ててほしいんですよ。もったいないから捨てるんですよ。捨てて次からこんなもったいない買い物をしないようにしようと思うんです。つまりこれから使うものにお金をかけていこうと、こういう決意になるためにね、こういう生き方に変わるために、まず使わないもの、使うかもしれないものを徹底的に捨てていくんです。これが人や物が輝いていく方法ですね。分かっていただけたら、はい、心のこもったものじゃなかったら輝かないんですよ、ね、心がこもったものじゃなかったら輝きません。だからだんだんとこうなっていくんですよ。最初は埃のついたものをやめていこう、で同じ使うならいいものを使うようにしよう、いいものを使って早くね悪くなってしまうのも嫌だから長く使えるようにしよう、でどうせ使うなら心のこもったものにしよう、ここまで来て初めて物が輝いてくるんです。順番が必要だっていう。そう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 。最終的にはまあ誰かに例えば先生いただくとか、そういうものを任せにしていこうという、はい、そう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 。また自分も長く使えるようなものに心を込めてプレゼントしたいなって思う。でもプレゼントする人がですよ、全然整理ができてない人、使うかもしれないものを持っている人にはいいものをあげられないんです。なぜなら大切にしてくれないからです。だから使うかもしれないものを持っている人は、人が大事にしているものをもらえないんですね。豊かになれないんです。これ絶対なれない。だからこの人が例えばお金を稼ごうと思ったらね、時間の切り売りでしか生きていけないんですよ。だから自分の今までかけてきたお金を見るんじゃなく、これから稼いでいくお金を見てほしいんですね。これから自分が稼いでいくお金は使うものにかけていかないと入ってこないんです。そしてどうせ買ってあげるならいいものを買ってあげないと。やっぱりね、思います。安物は早くダメになります。早く悪くなる。やっぱり安物は安物の価値しかないんだなっていうのを最近思いますね。だって人にあげるんですよ。長く使ってほしいじゃないですか。長くその人の手元で使ってもらいたい。だけど使うかもしれないものを買ってる人は、結局今使っているものを大事にしないので、そこにお金をかけたとしても、すぐ粗末にされてしまう。そういう人にお金をかけたくないんです。だからまずは使うかもしれないもの、ここを捨てていくということですね。なぜか埃がこうねかぶるから。すみません。人が輝く状態っていうのは、なんてこの人ならば買ってあげたいとかそう思うような状態になったらの人と状態がその人が輝いてるっていうこと。人が輝いてるっていうのはこういういわゆる心のこもったものを長く使える
人が輝いている人ってことです。人からいただいた心のこもったものを大切にずっと長く使っている人が輝いている人と、こういうふうに言えるってことですね。そういう人はやっぱり周りの人たちも買ってあげたいんです。何か欲しいものないって言いたい。で、全然損だと思わない。だって買ってあげたら長く使ってくれるから。そして長く使うためにはね、そこそこいいものじゃないと長く使えないんです。こういうことですね。分かっていただけたでしょうか。はい、はい、じゃあちょっと休憩をします。